浅原チキンの街頭 YouTube。 今日はこちら玉川駅、東急の玉川駅をお借りして皆様にご挨拶を申し上げております。今日はですね、日本版ニューリーフということを伝えました。京都大学の藤井さんや元財務省の高橋洋一さん、こういう人たちと話をして、我々はですね、日本版ニューリーフということを主張しております。財務省がプライマリーバランスを均衡化しようということを言って、結果として経済がどんどん縮小していく。これはですね、経済的に見れば最悪のシナリオであります。問題は、我々は仏教の教えで樽を知るということがある。この樽を知る、なるべく自制的に生活をするというタイプと、経済のライオンのような姿っていうのはおのずから違ってくる。実は極めて形而上の議論がそこにある。我々は我々の美意識を洗練するなら、日本の国は世界の中で経済的には没落をする。我々は自らの倫理観と相対して生きるということになれば、経済は一気に成長するでしょう。実は明治維新以来は、そういったですね、ある意味で開放的な経済拡大でやってきた。富国強兵っていうのは、樽を知るという仏教的概念と対極にあるわけです。これをどういうふうに我々は使用するのか。今、大きなグローバルの目で見れば、地球という環境の中で我々はやっていけるのかという議論がある。しかし私は、 AI の発展やバイオテクノロジーの進展は、人間の従来の発想を変えるぐらいの大きなダイナミズムを持っていると思っております。人間がですね、周りをフロンティアとして開拓する時代から、自らの肉体をフロンティアとして開拓する時代にも一方において入ってきているということを、私たちは認識をしていかなければいけません。私、松原仁は、まさに政治の課題は形而上学的な問題とともに一つの線の中で解決をしなければいけない。これは政治家一人の意思ではなく、日本の国民全体の大きな意思だと思っております。今日は朝の7時から約今2時間経っておりますが、そういう思いを込めて、玉川の一部の皆様に私は熱い情熱を込め語りかけさせていただきました。これからも頑張ってください。